は i アイム・セツナ・ケースケ。I s k e I will play the witch's h house MV.OK?Continue、okay?。<noise> なぜ英語で言ったあなぜ動いた今のスライド移動必要ある無駄なスライド移動は物理法則。無駄な物理法則を働かせるんじゃないよ。 上で待っとるエレンがすごい退屈なんだろうなこんなしょうもないちゃちゃ入れてくるん退屈なんだろうな <laughs> よしじゃあじゃあここが空いたんで今回はここに入っていきまーす怖いなおうおうこの二人がうつるんは一緒なんじゃ怖いなー怖いなー <laughs> お着物それはいいんじゃないすね こいつがさ、これまでに動きを見せてきそうな感じがしてさ怖いなこいつリメイク前はあの突然いなくなるだけやけんさそれが襲いかかってくることがあるんじゃないかなっていう思いがあってさ怖いな見栄えはこれまでと一緒なんやけど雲は目が何々は何々 雲が目が悪いって話だったはずなのにさ、色までは分からないだろうな <laughs> 何の情報もくれんやん、もう。張り紙が何の情報もくれんからな、雲がおるってことしか分からんもん、これ。目になんか関係あるシステムを使うんですね、みたいな。これがさ、前と一緒のこれまでのことを信じてさ、こいつに関係することをさ、やったら、とりあえず一旦さ、 一瞬目のちょっとこういう死に方があるんだっていうおさらいで撮って変えてみようそしたらドアが開かなくなって帰ろうとしてドスンってなるわけですねこれはまあ社交辞令ぐらいな感じじゃん俺の中じゃ社交辞令みたいな感じじゃなんかそういう眠たそうな顔しとんでよみたいな,なんかビオラちゃんがほっと泣かしたらなんか眠たそうになるんだなんか眠たうな眠たい君 <laughs> こんな緊迫した状況になるのに君眠たいのかおい、ビオラ13世女の子。結構肝が据わってるんじゃないのかでも中身が魔女やけんな。<laughs> よくよく考えたら中身が魔女やけんな。もうネタバレしたら。もうネタバレもクソもないわな。もうこの動画見よう人多分ネタバレもクソもないんだろうけどな。<laughs> 今頃。あ、おなんか色が違うなと思った。なんかこのタグだけ色が濃いなと思っとったら。 何が入ったのこれ。糸毛玉これは初めて見るぞ。なんだ、糸毛玉。ほつれている知らねえよ、お前。初めて手に入るやつじゃ。使い道が全然分からん。ちょっと動いたな、お前。気のせいどころじゃなかったろ、お前。動いただろ、お前。未知なるアイテムを手に入れた。何これ超、机のところやな。本来だったら。 は作っちゃいきなり理由ができたはずとかそういう話なんだろうか。笑い話。多分これは一緒じゃないかな。うわあ <laughs> 話してくれない <noise> もう多分何もないんだろうなって思い込んで、お前笑ってるやん。お前買いまこやっとるねん前読みやん、お前。<laughs> お前 <laughs> 何が笑い話じゃん、お前。話する前に笑い始めてるのよお前。 マジの家もう何があ死の気,気になるか分からんもんこのゲームさすがエクストラああこの干物のやつやな縛るものないかなーでちなみにケイト黙って、えー、縛れるもんか <laughs> ごめんなさいその通りですよね分かりました分かりましたよ 探していきますよ。紐があるんでしょう、たぶん。ほんとに紐があるんかな紐とは別のもので、どうにかするんじゃないかなって思い始めてきたよど。<laughs> どうも、これは見たな。これは前にもあったやつじゃ。ようさて、ゲート玉って何なんやばい。怖い。戦っただただ怖い。おっと、来た ここは一緒なんじゃこの辺は一緒かてっきりこれあれもうここに蝶のオブジェ自体ないんかなって別の場所に蝶のオブジェがあるとかそういう感じかなってょっとょ思い始めてきとったうわあれあれいきなりこれ出てきたっけここから <laughs> やばい予想外に予想外を積み込まれてさもう一つ一つの要素に踊ってしまうわこれ こんなゲームだったったけ魔女の家ってこんなゲームだったっけなこれえ白猫の絵耳を澄ませば、耳を澄ませばジブリ、ジブリをはじめるローブをかじろうと。ローブねええケイトダマかじらせたら喜ぶんかなこれ。俺猫買ったことないけどそういう猫多いんかな。 ローブを抱いているローブえ、もしかして紐の代わりにこのローブをあいつに与えたらひっく,くりつけやすいってからありがとうって言われてくれるんじゃないのでそのローブをくれる代わりにこれあげますよみたいなかざすはいこれと交換これと交換交換してくれたやったーそういうことがやっぱり出てくるんちゃうんかなそれやったーって思った後にさそうそうひどい目に遭うこのゲームやけんもしかして出てくるんかなこれ そうそう出てくんかな顔が出てこんかったわこのゲームさほんまさ安心した時に偉い目に合うけどなこれエクストラだったらなおさらそうだろうがこれやってさ今やったーあったぞーって持ってきてさこのローブをいざを出したらさなんかこいつから偉い目に合わされるんじゃないかなっていうそういう先入観持ってるからな俺あそれくれるの でも一回はあーげないを選んでしまいたいこれ <laughs> あーげないを選んでるそういう意地悪をやってみたいけどね <laughs> ローボーを意外と早い目に手に入れてちょっと余裕が出てきたっていうかさ気持ちが楽になったっていうかそう、だからこういう意地悪をするっていう余裕が出ておりますちゃんとあげるよありがとうこれあげるああこれはあれやな前見たことあるっつうかさ ほんまにいい読むと死ぬとは思わんかったなーって、あ、普通に動いてるこいつ。あ、こいつに関しては別に、<laughs> エクストラの前からと一緒なんじゃ。別にリメイク前と一緒なんじゃ、あの、あいつの扱いは。<laughs> かわいそうに。え、エクストラになぞときが変わるんですか驚かし要素変わるんですかじゃあ、俺の役も変わるんですか変わりません。ガーンかわいそうに。なんだ あいつは別に重要視されてなかったん。このゲーム的に重要視されてなかったん。じゃあ一応おさらい的な意味でね、この読むと死ぬ本読んでみますわ。まあ、この動画から見始めた人もおるかもしれんのでね、読むと死ぬ本がどういう知り方をするかっていうのを見てもらいたいと思いますね。読みますね。眠くなりますね。目をこすりますね。こすりすぎて充血しますね。 ちょっと日暮らしの泣く頃にの死に方を <laughs> 前原慶一の死に方をちょっと思い出しますねあとね前から思っとったけどさ読むと死ぬ本の説明でさ表紙は読んでも死なないようだっていうねもう冷静な考察が入っとけんなビオレちゃん結構冷静に物事を考えるタイプらしいわ <laughs> お紙髪切れなんかこんなとこあったっけこの部屋のどこかに へそくりを隠したの探せそこにすべてを置いてきたへそくりすべてのへそくりを置いてきたって <laughs> あここここあれなんかすんなりここまで来てしまった普通だったら普通だったら多分この辺は普通か読まない差し込むあーれま この部屋のどこかにっていうかなんかヒントなんだろうな。いや、そういう人ってさ、読むと死ぬ本を差し込んでも死ぬ本だったんやな。<laughs> <laughs> もう本としての存在価値ないやん、もう。何のためのアイテムなのこれ。なこれ。川のほとりで日傘を差す。女性の絵が飾られている。あれは、これは関係ないか。ヒントだったら、このどっかに何かあるってことなんだろうな。そういう人も差し込んだら死ぬって何んやうな。<laughs> ブービートラップ多いわこのゲームやっぱブービートラップ多いわこのゲーム怖いわ怖いわ怖いわ猫ちゃん読むと死ぬ本ですよ読んでみまっちかなんてああこ,これ選んだら死ぬ場所だったわ <laughs> この部屋のどこかに行っていいよぐらいやけんさなんかあるんだろうなこの部屋の普通だったら確認もしないような変な場所に 何かかあるんじゃないかないそういうことなのかなそれだってこれさし込んでさバターンってなるっていうか考えられんええー、って感じやもんなまさかこれもさ差し込んだ瞬間横に握れるとかそういう話だったかな 読んじゃったよマジかよ、読んじゃったわ <laughs>。<laughs> <laughs> えーと、差し込んで、差し込んだ瞬間に横に逃げる。うわー うわああああこんなとこにこんなのあったんこの部屋のどこかに行ってこれのことだったんじゃ。ほほほ。この先なんかあるんじゃ。ああここにいやあダミーやんダミーがあったんじゃ、ここ。下。ダミーだったんじゃ、下のやつ。ちゃんと一つ抜けとるたずがもう一つ用意されてるやん。ええー。えへへ。こっちの鍵だったんじゃ。そういうことだったんじゃね。 これでこれも倒れ込んできたらさもうお手上げですからね私あ外れたでようやく外れたんじゃあ追いかけてくるなこれ追いかけてくるなゴー <laughs> ええとですねどこにげればいいだとしたらどこにげればいいまあ、いやだ読む,読むじゃねえよお前読むじゃねえよお前 え、これどっちに逃げればいいんなんか俺出て行った瞬間にやられた気がするんやけど。ここ、一歩進んだところでもうすでに、したーあらーん刺してないよあれもしかしてもしかして、ししてこの棚、あのドクロの自由自在に倒したり倒せなかったりできるのこれ。別に刺し込んだ時に倒れたんは、あいつ、あのドクロが、 タイミングよく倒しただけであってさ別に差し込んだら倒すとかそういう気分じゃなかったんくそうあのドクロにしてやられたな上をこう通って逃げなあかん感じつまりだほ、はいでこれ上を通り どこだ。進んでこう、おい,い、自分の技によって、うわあ、煽るもんじゃないですね、このゲーム。<laughs> ヘイザー待って煽りに行こうと思ったらこれだ。まったく。これだから人を煽ることってやっちゃいけませんよね。スプラトゥーン2で切る人たりしたらさ、ピョピョピョコってね、人のことは煽る。うん やっぱり、あおったりとか、しちゃダメですよね。うん。人間素直が一番。人のことを思いやることが一番ですからね。ええー、と、こう言って、こうが。で、こう言って、よいしょ。でも、あいつのことなんか気にせず、だーし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 オッケー。来たー来たー来たー危ない、危ない、危ない、危ない。ああ、危なかった。ああ、5は。殺す気かっつーの話。殺す気かっつうの話。あーこあ、ーああ、こか よし、とりあえず、これで良かった。これでようやく手に入ったわ。で、あとはだ。もうこれ、手に入ったことやし。あ、戻ってきてるよ。やばなんか、戻ってきて、え戻ってきたことあったっけこれ。プロじゃないわ、お前。プロじゃないわ、お前。あれこいつ、戻ってきたことあったっけこれ。前の、過去のやつって。これ触ったら死ぬんじゃねワンちゃん。知らんのああ。 まあいいや。じゃあ、万をおじしてここ入れ替えや。たぶんさ、ここまで、この蝶のやりとりの部分までさ、変えられたらさ、じゃあ、なんなんたて話だもんな。でもさ、 の模型を引っ掛けても依然として雲に襲われそうな気がするよななんか俺そんな気がするエレイちょっと予想しとったけどほら雲が目が悪いじゃなくていいとかじゃないのもしかしたら普通に襲いかけてきますよみたいな感じじゃないあこはああこはもう 前作の内容変わりすぎないよねもう戻しちゃった,た戻すんじゃないわ真ん中で度数になったけんさ橋の方に寄とかな,かなあかんのなあ絶対これどっかでは度数になるんだよこれ度数になるけどその前に出ればいい危ない危ないザマミロっ危ないよかったよかった 前作よりも救出救出が大変だったぞおまっちのこれ止の恩返しみたいな感じで恩返ししてなかったらさ、するのに休止するのにどこ行ったん？開いてるあ、そうか。こういう演出あったなそうするのう休止する そそうそう無駄な <laughs> ちょっと物を物理,物理を <laughs> ちょっと動かすんで驚かすとか物理法則無駄つからやめてよお前ちょっと怖い初見だらけで怖いよ終わった何にせよ次進めるわとりあえずセーブしたいなオッケー、はああ て3。